小倉ゆいのゆいルーム。皆さんこんばんは、ルーム小倉ゆいです。小倉ゆいのゆいルームがスタートしました。ほやでまったりとくつろぐような感じでゆるりとお届けしてきたこの番組ですが、なんと今夜で最終回を迎えます。ということで、前回はなんか懐かしいね、あのオープニングテーマとか流れたりしたんですけども、最終回はね割とこう通常のね BG というか音声でお届けしていきます。まあなんか全然最終回って実感ないんですけど、気づけばですね2017年の7月からスタートしまして、今年で248回目ということで、今年じゃない今回でね最後までこんな感じではありますけど、たくさんおしゃべりしてきました。すごいね、もう5年ぐらいやってたってことか。うわ、あっという間だったな。はい、まあそんな最終回の今回なんですけども、まあ前回に引き続いてリスナーの皆さんのねメールを紹介しつつ、番組のコーナーとかもいろいろお届けしていけたらいいなと思っております。そしてまあラストなのでね、皆さんからいただいたメールも時間の許す限り紹介していきたいなと思っておりますので、お楽しみに。それではそろそろ参りましょう。小倉ゆいのゆいルーム、皆さん今日も最後までくつろいでいってくださいね。この番組はキングレコードの提供でお送りします。小倉ゆいのゆいルーム。小倉ゆいのゆいルーム。小倉ゆいの小倉ゆい日記。鼻の中からもがペンニョ。あ、あの手今回で小倉ゆいのゆいルームが終わりもが、マジもがか。あ、なんかマジっぽいもがね。あー、なるほどもぐ。まあじゃあもぐらゆいからおぐらゆいにメッセージつうか、まあもぐらゆい的にもねこんな感じのことお話ししたいもぐが、まあなんか人間どものメールがいっぱい届いているから、まあそれ読むもぐよ。ラムネームディースティニーから来たもぐ。もぐらゆいさん、もぐペーニョ、あーもぐペーニョ、小倉ゆいのゆいルームが終わるということで、ゆいルームでしか聞けない小倉ゆいさんのお声を今後聞くことができるのかどうか気になって夜しか眠れません。夜寝れてんのかよもぐ。小倉ゆいさんが今後どうしていくのか、よければ教えていただけませんか。小倉ゆいさんの活躍の舞台が長いもぐね。まだあるもぐ。他に移るのか引退されてしまうのか分かりませんが、今までのゆいルームでの活躍は忘れません。お疲れ様でした。まだあるもぐ。ルームネームただの海から来たもぐ。もぐらゆいさん、もぐペンニョ、ゆいルームの最終回が発表されましたね。つまり今後はもぐらゆいさんには会えなくなるのでしょうか。いつかまたもぐらゆいさんのお声が聞けることを祈っています。それではもぐバイ。ああ、まだあるもぐね。ルームネーム黒い地球から来たもぐ。もぐらゆいさん、こんばんは。春は出会いの季節であり、笑いの、あ、別れだもぐ。別れの季節でもありますよね。あ、まあ笑いの季節でもいいもぐけどね。あ、もぐらゆいさんとはもう会えないのでしょうか。別れが辛い時はどうしたらいいですか。ってもらったもぐ。なんかみんなジメジメしてるもぐね。あ、なんかゆいルームが終わるとかなんとかで、あ、もうもぐらゆいになんか会えないんですかみたいなのがいっぱい来てたらしいもぐよ。知らないもぐよ。もぐらゆいに言われても困るもぐよ。しかも勝手になんか引退とかなんとか言われても困るもぐよ。人間のそんな都合で。もぐらゆいはずっと穴の中にいるだけもぐだから、もう起こさないでほしいもぐよね。ああ、まあでも、まあもぐらゆいはこれからもずっと土の中にいるもぐから、別に今後も変わらないもぐよ。まあね、みんなの元に会いに行こうと思えば、土潜っていつでも会いに行けるからもぐね。関係ないもぐよ。
別れが辛い時はどうしたらいいモグか知らないモグよ。ピーマンでもかじってればいいモグよ。小倉優は最近ピーマンの生かじにハマってるモグよ。みんな知らないモグ、ピーマンで何枚でも食べれるモグよ。洗って種取ってヘタも取ってごま油に塩をね入れたやつにつけて食べると美味しいモグよ。まあ食べればいいモグよ。みんなピーマン食べれば忘れるモグよ。嫌なこともまあそんな感じモグかね。まあなんかユイルームが終わるっていう話らしいモグけど、まあねもうグラユイはずっと土の中にいるからね、まあそれは忘れないでもらえれば嬉しいモグよ。まあ会いたい時地面に向かってモグペーニョって叫んでくれたら会いに行ってやらないこともねないモグけど、ちょっと人目気にせないと危ないモグよ今はね。なんかそういうことしてるとね危ないモグからね気をつけていいモグよ。まあこれからもねみんな適当にねまあ元気に生きていくモグよ。じゃあ穴の中に帰るモグね。いや今日はいっぱい喋ったモグね。じゃあみんなまたいつかどこかで会う日までモグバイ。恋心をつかめ、日常起こりうるさまざまなシチュエーションにおいてどういう風に行動したら私のグラユーの心がつかめるのかを皆さんに考えてもらうこちらのコーナー、最終回にて復活。テーマはですね最終回を迎える小倉優衣の心をつかむメッセージということで、たくさん皆さんからねメールいただきましたが、ちょっとここでねまあ想定していたんですけど、なんとこちらのメールほとんど普通音と被るっていう事態が発生しましても内容的にねやっぱり最終回を迎えるってところで皆さんそのねなんかメッセージの内容が割と普通音寄りだったんですよ。なのでもうせっかくなんでちょっと夕心をつかめのコーナー宛てにねいただいたメールと普通音ももう一緒にね紹介していっちゃおうかなと思っておりますのでね、ちょっとできる限りたくさんねお届けしていければと思います。ではまずルームネーム春巻さんからいただきました。これはね一番ね遺心つかめこの人だけだったの、この遺心つかめっぽく送ってくれてる人じゃあまずはちょっと紹介しますね。せっかくこのコーナー一やってるんで、始まりがあれば終わりもやってくるけど終わっても思い出が消えるわけじゃないし、そこからまた何か新しい始まりがやってくるよといただきました。ありがとうございますさすがです。春巻さんってめちゃくちゃこの番組たくさん本当送ってきてくださってて、だからそれがもうなんか出てますねこのさすがしかも本当模範的なこれでいいんじゃないかなっていう、じゃあこれで八重心つかめの答えこれでいいんじゃないですかねいいこと言っちゃいますね。そうなんかね結構寂しいよって言ってくださる方も多かったんですけど、でもやっぱりほら別にねこれでもう今後一切なんかもう何もしませんってわけじゃないからさみんなね、ほんとこの春巻さん送ってくれた通りこうすごい素敵な思い出をねみんなと私でこう作れたってことがもう一番のね素敵な事実ですし、またねこう割りがあれば始まりもあるってほんと言葉通りで、また何かねこれからも新しい試みをねお届けしていきたいなと思ってますので、はい、ぜひ楽しみにしていていただければと思います。じゃあ続いてルームネームとめさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうちゃんこんばんルーム、こんばんルーム、初めての一人入れでのラジオ全248回の放送お疲れ様でした。ありがとうございます。ゆいちゃんは本当に成長しましたよね。第1回から聞いていた身としては自信がなさげでも頑張ってトークしていた頃が懐かしく思えます。それは年齢や精神的な成長だけではなく、リスナーを楽しませることやゆいちゃん自身がラジオを楽しむ努力を積み重ねた結果ではないかと思います。ゆいちゃん今では一人でのラジオに自信はつきましたか？毎週日曜夜に楽しい時間ありがとうございました。これからのゆいちゃんの活躍も応援しています。頑張り豆大福ですといただきました。ありがとうございます。いや本当にね本当にこのやっぱ5年って月日ってすごい大きいじゃないですか。だからやっぱ成長っていうのは自分でも
感じますし、ちょっともうね初回の放送ドキドキしちゃって聞けないかもしれない。ほんと最初はこう一人での空間とか、一人でずっとだってさ異様じゃないですか。一人でずっと30分間喋り続けるってさ、まず普通の生活送ってたらないじゃん。だから最初はほんとね、なんかまあお仕事はずっとしてましたけど、やっぱこの一人喋りならではの難しさってやっぱあるんですよ。だからねそこは本当に勉強になりましたし、このラジオの経験を経てね、自分もこうこのラジオで学んだことが他のお仕事の現場に生かされたことも本当にたくさんあったので、そういった意味でもすごく成長できていたんじゃないかなと思いますし、確実にねここでの経験が自分自身の自信にもつながっていたと思いますね。はい、いやだから本当ありがたい。じゃ続いてルームネーム南さんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃんこんばんルームお邪魔します。ゆいルームが終了してしまうとしてとても驚くと同時に、仕事が手につかないくらいショックでした。本当ですか？でもそんなそこまで言っていただけると逆に嬉しいです。ありがとうございます。ステージ上とは違ってラジオはゆいちゃんのゆるい一面を知れるとても貴重な機会だったので本当に寂しいです。ゆいルームとの思い出は神田明神ホールで行われた100回突破記念の公開録音がとても印象深いです。ゆいちゃんに相談できるコーナーにまさかの当ててもらい、会社の後輩とうまくコミュニケーションするにはという相談に乗っていただきました。ゆいちゃんからの質問にめちゃくちゃ緊張してしまって、まともに日本語が喋れた気がせず、後で思い返しては何度も後悔していました。ゆいちゃんからのしっかりとした回答に現場でのゆいちゃんの後輩との接し方が想像できて、すごいな素敵だなと感じたのもとても印象に残っています。ゆいルームに遊びに行けなくなりますが、これからもゆいちゃんのことを心から応援しています。ゆいちゃんもスタッフさんも長い間本当にお疲れ様でした。毎週癒しをありがとうございましたといただきました。ありがとうございます。いや登録懐かしいですね。なんか本当にいろんな企画とかをやって、私もすごい楽しかったなって思うんですけど、なんか私さやっぱこういう性格だから相談コーナーとかガチで相談乗っちゃうっていうさ、それもちょっと今こう話しながら、あーなんか自分のことだけど自分っぽいなって思ってすごい読んでましたね。はい、いや本当にねえ、そっかそっか、懐かしいな登録か。でその後ねコロナとかも来ちゃってなかなかね登録とかもできちゃってる時期もありましたけどね。でも楽しい思い出ほんといっぱいですね、こう考えると。ではでは続いてルームネームはやさんからいただきました。ありがとうございます。小倉さんこんばんルームお邪魔します。僕は番組を聞き始めて1年程度の新参者ではありますが、番組が最終回を迎えるということでとてもショックでした。30分という短い時間ながら小倉さんの声による緩めのトークは、日曜の深夜と休みが終わる直前、布団に入って目が覚まればまた1週間仕事という、タイミングでの貴重な癒しでした。4月からは週末を自力で乗り越えていかなければならず、なんとも気が重いですが、春は出会いと別れの季節、ゆいルームは終わっても、何か別の形での動きがあるのではと期待しつつ、残り少ない放送を楽しませていただきます。5年弱という長い間にわたって番組を届けてくださった小倉さん、そしてスタッフの皆さんありがとうございました。お疲れ様でしたといただきました。ありがとうございます。確かに日曜っていうこの本当に週が終わるね一番最後の時間、しかも24時半ってさギリギリ寝てるぐらいの時間じゃん。だから私本当にこの放送をね毎週欠かさずリアルで聞いてくれた人本当にお疲れ様でしたって、もう大きな拍手を送りたい。だって私もう寝ちゃうもんよ。結構寝ちゃってたもん。しかも日曜の夜ってさイベントとかライブとかも結構土日にあったりするから、今日ゆいルームだってなってもう寝落ちしながら聞いちゃうこととかも結構私も多かったりしたから、本当にだから毎週欠かさずねリアルタイムとかで聞いてくださってた方には本当に頭が下がると言いますか、ありがたいですしね。あとは確かにこうアーカイブとかなんかね、でもこう月曜日のね出勤とか通学の時に聞きながらね帰ってましたってこう送ってくださっている方とかもたくさんねメールをいただきまして、確かにそういう日々のルーティーンにね入っていた番組に慣れてたのかなって思うとすごく嬉しいですし、なんかこう
私ならではのこの番組の空気感っていうかトークってものをこう目指しておしゃべりさせていただいてたので、なんかそれが皆さんの生活の一部になっていたのだとしたらすごい嬉しいななんて思って、あのこのメール読ませていただきました。本当にありがとうございます。はい、ぜひねこれからもね応援していただきたいですし、まずはでもこうやってね続けられたのもこう皆さんの応援があってこそなのでね、本当にリスナーの皆さんにはもう感謝の気持ちでいっぱいだなとね今このメールをね読んでて思いました。ありがとうございます皆さん。ではでは続いてルームネーム、ルームネームない方ですね、ありがとうございます。ゆいちゃんスタッフの皆さんこんばんルーム、こんばんルーム、お邪魔します。2017年7月3日から放送が始まったゆいルーム、いよいよ最終回迎えますね。初回放送時ゆいちゃんはまだ大学生、卒論などに追われて大変な時期だったと記憶しています。懐かしいですね。また初回放送ではファンの方から寄せられた温かいメッセージにゆいちゃんが涙ぐむ場面、嘘そんなのあったもあり、私もラジオの前でうるっとしたことを覚えています。ゆいルームをリアルタイムで視聴すると番組が終わった頃はもう深夜1時、ラジオ楽しかったなという余韻でなかなか寝つけず、月曜日は毎週うとうとしながら仕事をしていましたが、それもいい思い出です。番組が終了すると聞きとても驚きましたが、この先もワクワクすることをお届けしていくつもりですと、ゆいちゃんの言葉には今は期待の気持ちでいっぱいです。いつもいろんな形で楽しい時間や癒しのひとときを届けてくれてありがとうございます。私のドキドキのモチベはいつまでもゆいちゃんです。これからも大好き。わあ、これあれじゃんあのやつじゃんわかる人にわかるけど、歌詞からね来てますね。これはありがとうございます。ということで改めましてゆいルームのお部屋からたくさんの素敵な思い出を我々に届けていただきありがとうございました。それではお邪魔しましたと言っておいております。ありがとうございます。いやーそうですよね。でもそっか、初回で大学生とかだったのか。でもそっか、私も今26だから確かにそのぐらいの年齢か。そっかそっか、まあ学生の時代でねあったな、そういえば。いやだからなんかそう年齢的な変化もやっぱね大きかったですよね、この5年間とかで言うと。なんか今まではずっと自分がでその当時学生であったから学校の話とか相談とかをねする側の立場だったのが、もうここ最近では学生の皆さんからずっと受ける方で自分の過去のね学生の話とかもしながらやってたって思うと、なんかリスナーのね皆さんもこうだんだん年齢層が若くなっていったりとかしていて、なんかそれだけ月日が経ったんだなっていうのも実感しましたね。はい、でも確かにこのねルームネームないですけど、このメールね書いてくださった方の通り、まあ番組は終了これはねしちゃうんですけど、まあなんかあんまり皆さん悲しまずに、だからすごいねみんなねメッセージがめちゃくちゃ長文でもう悲しいですみたいにね送ってくれてる人たくさんいたんですけど、でもなんかなんて言うんだろう、あんまりそんなに悲しまずというか、いい思い出を皆さんと作れたんだなってこう前向きにね捉えて、なんかまたねこの先ああいう楽しい番組できてよかったねってこう語れるようなね、そんなこう番組にできたらいいなって思ってますので、あまり皆さん悲しみすぎないで、なんかいい思い出でねあのこの番組のことをね思い出していただけたら嬉しいなっていうふうに思います。ではでは続いて、ルームネームですね、カーリーさんからいただきました、ありがとうございます。ゆいちゃんこんばんルーム、こんばんルーム、初回から欠かさず聞いています。この度ラジオが終了すると聞いてどうしてもメッセージを伝えたくてメールしました。僕はゆいルームがきっかけでゆいちゃんのファンになりました。ゆるりとしたトークに魅了され CD を買うようになり、ライブに行くようになり、ゆいずカンパニーに入社し、最後にはポスターを渡し会いに行くようになりました。ラジオが終了することはとても残念ですが、僕にとってこの5年間は全てかけがえのない瞬間です。長くなりましたが、5年間本当にお疲れ様でした。そして素敵な時間ありがとうございました。これからもずっとずっと応援し続けていますといただきました、ありがとうございます。いやーなんかこういいですね、こういうのいただくと私もじんわりしちゃうんですけど、でも私はまさにこの5年間自分にとってすごくかけがえのない瞬間だなって思いましたし、この5年ですごく自分自身が、まあ、人としてもそうですし、声優そしてアーティストとしてもすごくこう有意義に成長できた年だったと思うので、なんか
そういった時系列を皆さんに共有しながらこう歩んでいけたこの5年間というのは本当に私の中でもとても宝物だなって思います。ありがとうございます。ということでちょっとこんなメールもいただきましたので、では一旦ねちょっとコーナーの方も締めさせていただこうと思います。皆さんたくさんのお便りありがとうございました。以上ゆい心をつかめでした。ではではこの曲を聴いてください。野倉優衣8枚目のシングル白く咲く花よりカップリング曲でかけがえのない瞬間。小倉優衣のユイルーム。お送りしてきました小倉優衣のユイルーム、ホープフルデイズを聴きながらエンディングです。これ私からのお知らせです。小倉優衣4枚目となるアルバムタルトが好評発売中。リード曲タタタルトを含む全12曲が収録しております。ブルーレイ版と DVD 版にはアルバムリード曲タタタルトを含む10曲のミュージックビデオとダンスバージョン、リップバージョン、そしてアルバムのメイキングもたっぷり収録されております。ブルーレイ版には期間限定で配信したスペシャルライブ特番ハッピーチェリーステップハイタッチトゥモローも収録されておりますので、こちらもぜひチェックしてください。詳しくは公式サイトをご確認ください。そしてなんとですね、このラジオの放送終了後なんですけども、新しいお知らせをする予定ですので皆さんぜひ楽しみにしていてくださいね。いやというわけでついにここまで来てしまいました。グラユイのユイルームいよいよ本当にラストのお時間となります。改めてにはなりますが、この番組を応援してくださったルームメイトの皆さん、この番組一緒にサポートしてくださったスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。いや本当に今振り返ると、これもたくさんメールで書いてくださってる方いたんですけど、なんか私初回放送本当に一人でのこの喋るテンポ感わかんなくて息できなくて、なんかはっはっみたいな途中ちょっと過呼吸気味になりながらなんか喋っていた私が、なんか今ではこうやってね自分のペースを掴んでお届けできるぐらいまで成長できたのも本当皆さんのおかげだなと痛感しております。
ね、そしてこうやってラジオで一人喋りができるようになってからは本当になんかライブの MC とかもすごいなんか苦手意識があったんですよ、もともと。でもなんかすごい楽しくなんか皆さんとの言葉のキャッチボールをできるようになったりとか、なんかそうやって自分の成長もこのラジオとともに実感することができて、すごく本当に貴重な機会をいただけたなと思いました。ありがとうございました。まあ番組自体は終了しちゃうんですけども、まあこのゆいルームはこれからもまあ私の心の中にずっとありますし、皆さんもまあいつでも遊びに来てほしいんですけど、ちょっとね心の不動産屋さんにこの部屋を延長して借りれるように言っておきたいと思います。なんで部屋自体は残ってるのでもう開放しとくんで、あの鍵とかもかけないんで、もういつでも出入りしてください。もう自由にフリースペースとしてあのこれからもゆいルームに遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。そしてこの番組ね、ほんとたくさん メールいただきまして、実はあまり言ってなかったんですけど、全部のメール私あの見させていただいてたんですよ。なのでここでいただく皆さんからのほんと言葉とか気持ちとかこうメールを読ませていただきながら、本当に私自身も活動する上で支えられていたところもあったので、本当にここまであの応援してくださった皆様にはね感謝の気持ちでいっぱいでございます。ありがとうございました。これから私はねこう声優そしてアーティストとしても、さらに羽ばたいていけるように頑張りますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。小倉優衣のゆいルーム、最終回、ここまでのお相手は小倉優衣でした。今までたくさん優衣の部屋に遊びに来てくださってありがとうございました。バイバーイ。この番組はキングレコードの提供でお送りしました。続けてゆく。